皆さんこんにちは。テレビ朝日アナウンサーの宇賀なつみです。これから選挙に関する雑学をクイズ形式で紹介していきます。題して宇賀なつみの選挙雑学を、早速スタートです。それでは第1問。今回の衆議院選挙の投票日は12月16日です。師走と言われ1年の中でも特に忙しい12月に衆議院選挙が行われるのは46回の衆議院選挙の歴史の中で何回目でしょうか。1、初めて。2、2回目。3、5回目。答えは3の5回目です。ちなみにこれまでで最も年末の押し迫った時期に衆議院選挙が行われたのは1969年第二次佐藤内閣が解散した時の12月27日です。